2022年ニューモデル、アストロシティミニ V。 縁のない大型 4.6 インチ4対3縦型モニターを採用。ファン待望の縦画面仕様。1999年までのシューティングゲームを中心にヒット作22本収録。それではアストロシティミニ V に収録される伝説のアーケード作品を見ていこう。まずはセガだ。ダックス。斜め上から見下ろすクォータービューを採用し、左右の移動だけではなく高度の概念も実装したシューティングゲーム。砲台やミサイルが設置された基地と敵機が編隊飛行する宇宙空間をくぐり抜け、ゴテゴテっとしたデザインの指令ロボットを撃破せよ。燃料ゲージ制なので基地では燃料タンクを破壊するのをお忘れなく。アクションファイル。バイク、スーパーカー、水上バイク、バギー、ヘリコプターを乗り継ぎながら敵を倒し、規定の関門を走破するレース&シューティングゲーム。セガマーク3版が広く知られているせいか、アーケード版があったの？と言われがちな幻の一作が今完全復刻。随所に登場するセガキャラや衝撃のエンディングも注目。プレスウォー。ロープワークの疑似回転やマットに叩きつけられた衝撃の画面揺れ。当時のプロレスゲームとしては目を見張るでかいキャラクターが技を繰り出すなど演出に凝った一作。ラリアット、ドロップキック、ボディースラム、バックドロップといった技の描写が細かいのはきっとプロレスマニアのスタッフがいたんだろうな。デザートブレイカー。ショットをバリバリ打ちながら進む任意スクロール型アクション。相当レアでおそらくセガの直営店でしか稼働してないんじゃないかな。軍用機に飛び乗ったり吊り橋から落とされたりとアクション映画的演出が随所に見られる一作。某作にも登場した二足歩行ロボが出てきますけど、これ偶然じゃないですよね。世界の西部開発。ライデン。1990年の誕生以来今もなおシリーズが続いているシューティングゲームの金字塔。磁気を動かして敵弾を避ける楽しみ、ショットボタンを連射しながら雑魚敵を一掃する気持ちよさ、手に汗握るボスとの一騎打ち、シューティングゲームの面白さをとことん追求した全世界大ヒット作がいつでも遊べるなんて夢のようだ。泣く子も黙る伝説のシューティングブランド、東亜プラン。抜群。東亜プランが最後に放ったシューティングゲームであり、後の弾幕シューティング作品へとつながるケープとなった一作。それまでの高難度な手触りから一変し、シューティングが不得意な人でも楽しめるような作りになってるぞ。おすすめ機体は B タイプを選んでおけば間違いなし。ノーコンティニュークリアしやすいのでぜひチャレンジしてみてね。ドキュー。ショットのパワーアップを撤廃し4種類のレーザーを使い分けながら進むというスタンダードなシステムにあえて沿わなかった東亜プランの意欲作。ド直球すぎるタイトルもさることながら、特筆すべきは最終ステージ。タイトル画面に登場するロボットが意味するものとは一体。ゴリ押しプレイでも見てほしい。ゲージ選択式パワーアップを踏襲した本作。基本的にはミサイルとサーチを要所要所で使い分ければ OK。 不安ならシールドもつけるとより安心。全6面2周というステージ構成なので1周できれば十分。ボムが撃てるモードも隠し要素で仕込まれているのでぜひ遊んでみてね。サメサメサメ。敵だ。はえー、ボス勝てーと、あまりの高難度にひれ伏したプレイヤーは数知れず。アーケードゲーマーに東亜プランという圧倒的な存在感を発揮したのは間違いなくこのサメサメサメだろう。満を持しての収録に戦々恐々としているが、本体の簡単セーブ機能を使いまくってサメの歯をバキッとへし折ってやれ。アウト。伝説の宇宙仕事にサイボーグ戦士を操作し、多方向ショットとスリーウェイ弾を切り替えながら
全7ステージを突き進む東亜プランのアクションシューティング。残機性プラス時間経過とともに減少するエナジー性で、立ち止まってる暇はないと言わんばかりに敵を豪快に蹴散らしていくのが醍醐味だ。仕事はできるが燃費は悪いぞ。達人、名前の通り腕に覚えのあるプレイヤーへの挑戦状として東亜プランが世に放った本作は、攻略のパターン要素が強く、ショットの使い分けや敵の出現位置を覚えながら進むのが特徴。その反面、この位置にいると絶対にやられないという安全地帯も多いので、まずは簡単セーブを使って一周クリアを目指してほしい。念願の移植が実現、達人王。達人の続編として制作された達人王、一説ではロケテストで散々クリアされてしまい、その結果極悪な難度に豹変。硬い中華だ、長いステージ、強いボスの3拍子で、現在でも高難度タイトルを代表する座に君臨している。本作のキャッチコピーは、達人を超えて王となれ。すいません、王になれなくていいです。伝説の作品を一挙収録、ライジング疾風魔法大作戦。敵を倒していくシューティングゲームに、他キャラと順位争いをするグランプリレースの要素を乗っけた豪快なゲームシステムの疾風魔法大作戦。画面の上半分に位置するとスピードアップ、再下段でスピードダウンというスクロールを使い分け、時には体当たりで妨害、ボムを撃って画面外に弾き出して勝利を勝ち取れ。アームドポリスバトルライダー。オリジナルキャラクター9人に加え、魔法大作戦バトルガレンガからのゲストキャラ&機体が総登場する。エイティングライジングのオールスタータイトルがついに移植。3人1組のチームセレクトやコース別難易度を採用しただけではなく、関連作のステージ&ボスも再登場する。お祭り感を楽しんでくれ。バトルバックリーダーリミテッドバージョン。スコアを稼いでワンアップして自爆を繰り返し、ゲーム内のランクを調整しながら攻略する楽しみ方はそのままに、スコア稼ぎの要素をプッシュした本作。硬い雑魚などを連続で破壊すると倍率がかかるようになり、最高はなんと64倍。なおスコア稼ぎが苦手な人でもパワーアップを抑えながら進めば十分に楽しむことができるぞ。当時誰もが驚いた最強戦国エース。敵団が高速で飛来する通称最強団を生み出した最強の処女作は、和風をテーマにしたもの。僧侶、巫女、侍などの個性豊かな6人のキャラクターを選び、全7面クリアを目指せ。ほんの少し動くだけで避けられる奇数弾や、そのまま待機すればスルーできる偶数弾といった規則性に気づくと、化ける面白さをぜひ感じてほしい。ストライカー945 P38 ライトニングやスピットファイヤーマーク7といった実在の戦闘機を操り、全世界の転覆を企む謎の秘密組織キャニーに立ち向かう最強を代表する看板タイトル。世界各国を駆け巡る硬派なミリタリーに徹したゲームかと思いきや、中盤では宇宙や月面に切り替わるとんでもっぷりに仰天。シューティングが不得意な人でも親しめる一作だ。ガンボー。願いが叶うというアトラーの魔境のかけらをめぐり、大魔法使いマリオンをはじめとする4人プラスロボット一体の大空の冒険者が織りなすファンタジーシューティングゲーム。よしよきだべの声が聞こえてきそうな盗賊団トリオが各ステージのボスとして登場するなど、コミカルで親しみやすい名作だ。駄菓子屋で育った俺たちの日物。ムーンクレスト。日物を代表する固定型シューティングゲーム、かつこれをキングオブ駄菓子屋ゲーと呼ばずして、なんと呼ぶ。虫みたいにちょこまこと動き回る宇宙生物を撃破し、磁気と磁気をドッキングしてパワーアップせよ。ただ1号機と2号機の合体に失敗して3号機だけになった絶望感たりや泣けるぜ。テラクレスト。
ムーンクレスタから継承したドッキングシステムにパーツ分離のフォーメーション攻撃というバリエーションを加えた縦スクロールシューティングのテラクレスタ。軽快な BGM と合わせ親父ゲーマーには欠かせない超名作。全5機合体で火の鳥に姿を変えるウィングギャリバーの飛翔を見届けよう。コスモポリスギャリバー。パワークリスタルアイテムでコンバットスーツを装着し宇宙戦士ギャリバーに変身せよ。タイトルからも分かる通り特撮ヒーローものの影響を多分に受けているアクションゲーム。一発ミスではなく体力ゲージ制なので変身後はわざと被弾して生身に戻り、また変身して進むことを繰り返すのがおすすめ。振り向かずに進め。名作揃いビデオシステム。ソニックウィン。対戦格闘ゲームが全国的にブームを巻き起こしていた1992年、その真っ只中に登場したソニックウィングスはショットとボムというシンプルな操作にテンポの良いステージ進行と程よい満足感を得られるカジュアルなゲームバランスで親しまれたヒット作だ。初見トラップの補聴レーザーにくれぐれも気をつけて。初移植を含む1980年から1999年の19年間7ブランド全22本の縦画面アーケードヒット作品を厳選して収録。夢のシューティングスター集結、アストロシティミニ V。 2022年夏数量限定発売。